日本関東地方神奈川県相模原市南区、上鶴間本町鶴間村、上鶴間村、下鶴間村周辺の現在の区画。地区分割や編入も繰り返されているため、江戸時代の区域とは必ずしも一致しない。上鶴間本町は神奈川県相模原市南区の地名。現行行政地名は、上鶴間本町1丁目から9丁目。 郵便番号は252-0318。元の大和上鶴間の一部であり、2004年の住居表示実施によって成立した。この住居表示により、現在、大和上鶴間を称するのは、在日米軍相模原住宅地区の区域のみとなっている。相模原市の東南端に位置し、境川と国道16号に挟まれた区域を占める。 境川に沿って伸びる断丘崖を挟み南側は相模原大地上の平坦面が広がっている。古くからの集落は断丘崖の周辺に分布し、いくつかの集落に分かれている。境川沿いの低地は水田として利用されてきたが、かつて境川は激しく蛇行しており周辺は洪水に悩まされてきた。1970年代以降、 これに対する河川改修が行われ、流路の直線化と、拡幅がなされたが、蛇行した旧流路に基づく都県境はそのまま残され、対岸の東京と町田市との間に相互に、川向こうの飛び地を持つこととなった。相模原市と町田市との間で境界を、現流路に合わせて、飛び地を解消するための協議が進められているが、2010年3月末現在でも、部分的な実現にとどまる。 相模原大地上は水を得ることが困難なために農地としての利用が遅れたが、幕末から明治以降の開墾を経て畑が広がるようになった。養蚕が盛んであった明治から昭和初期にかけては多くが桑畑として利用されたが、養蚕の衰退後は主に野菜の栽培が行われている。一丁目から四丁目、六丁目にかけて国道十六号に並行し、 九道と呼ばれている神奈川王冠が通過し、一丁目付近は路村としての景観を有する。三丁目の一部は境川の北側まで及び、東日本旅客鉄道横浜線町田駅に至近な位置にあることから商業地区となっている。俗に田んぼと呼ばれ風俗店が多く出店していることで知られていたが、2000年代に入って警察の取り締まりが強化されたことからその数は、 以前よりも大幅に減少している。町田駅と小田急相模大野駅の間にあって全体の市街地化は比較的に緩満であったが、1970年代後半以降は急速な宅地化が進行中であり、境川沿いの水田はほぼ姿を消した。相模原大地上でも宅地等への転用が進んでおり、農地はその面積を大幅に減らしている。 1990年代以降は、町田駅や相模大野駅に近い区域でのマンションの新築が目立っている。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、上鶴間本町4-18-10の,の,の地点で24万5千円、平方メートルとなっている。一説に昔、鶴が飛来したという鶴舞の里に由来するとされる。 2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる遠く域内を小田急電鉄小田原線が通過するが、区域内に駅はない。同線の相模大野駅が1丁目及び4丁目の近くにある。3丁目の一部は東日本旅客鉄道横浜線町田駅に接し、 同駅南口西側階段下の広場周辺は東区域に含まれる。2丁目、3丁目は小田急線の町田駅にも近い。ありがとうございます。